稲妻を操る魔術師ニコラテスラ。時代を超越した新技術とは。目に見えるものは目に見えないもの。今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう。極めて革新的で謎に満ちていたニコラテスラ。彼はただの天才だったのでしょうか。それともその才能は宇宙から与えられたものだったのでしょうか。テスラは晩年インタビューなどで宇宙生命体とのコミュニケーションを行っていたと述べています。また世界中の何百万もの人々が過去に地球外生命体が訪れたと信じています。これが真実であれば地球外生命体が古代歴史の一部を形作っていた可能性があります。そしてテスラの非凡な才能とこれらの存在との間には何か関係があるのでしょうか。彼らはどのような存在で何を目的としていたのか。彼らは何を残しどこに去っていったのか。そしていつかまた地球に戻ってくるのでしょうか。1943年1月7日、ニューヨーク市にあるホテルニューヨーカーの33階で、著名な発明家ニコラ・テスラがこの世を去りました。彼の遺体が発見されてから数時間後、テスラが宿泊していた部屋番号3327に彼の甥が訪れた際、重要な技術文書や実験ノートが失われていることが分かりました。FBI の公式見解では回収されたのは単なる科学論文であり、特に重要なものは含まれていないとされています。しかし実際にはこれらの資料には高度な科学的理論が含まれており、重要な内容だったのではないかという噂が今なお残っています。天才ニコラ・テスラとは一体どのような人物だったのでしょうか。テスラの生涯は初めから劇的なものでした。彼は1856年7月10日、真夜中近く、激しい雷雨の中で、オーストリア帝国内のスミリアン、現在のクロアチアで生まれました。出産時、助産師が、雷雨の夜に生まれることは不吉だ、と述べたところ、テスラの母親は稲妻の光を見て、この子は光の子になる、と答えたと伝えられています。幼少期から非凡な才能を示していたテスラは昆虫を使ったおもちゃを作るなどしていました。特に彼が魅了されたのは雷雨で、稲妻を観察することで電気に興味を持ち始めました。テスラは地球や宇宙のエネルギーを活用し人類のために役立てる日を夢見ていたのです。彼はオーストリアのグラーツ工科大学やプラハの大学で物理学、数学、工学を学び、25歳の時にブダペストの電話局で電気技師として働き始めました。その後28歳でアメリカに渡り、ニューヨークのトーマス・エジソンの会社に就職しましたが、すぐにエジソンとの間で電流戦争と呼ばれる競争に巻き込まれ、ライバル関係になりました。これはまさに魔術師たちの決闘のようなものでした。エジソンは直流電流を、テスラは交流電流を支持し、ナイアガラの滝の発電利用権をめぐって争いました。勝者はアメリカ北東部の電力供給を支配する権利を得ることができます。エジソンの直流送電システムでは送電線による損失が大きく、約800メートルごとに発電所が必要で、電球を点灯させる程度の電力しか供給できませんでした。一方、テスラの提案する交流送電システムでは電圧を変換しながら遠方まで電力を送ることが可能で、電球だけでなく様々な電気機器に電力を供給できました。ナイアガラの滝を水力発電所に変えることができれば、テスラのシステムで北東部全域に電力を供給することができたのです。これは馬車とジェット機の競争のようなものでした。エジソンが馬車、テスラはジェット機です。両者を比較することは無意味なほど両システムには大きな違いがありました。テスラはこの競争で大きく先行していました。しかしエジソンは自分の直流システムを勝たせるためにテスラの交流システムを危険だと公然と批判しました。彼はさらに人々の前で交流電流を使って犬や猫、さらには象を感電死させるという衝撃的なデモンストレーションを行いました。それにもかかわらず結局ニコラ・テスラの交流送電システムが選ばれ、現在も世界中の電力網の基礎となっています。テスラの功績は単に電気を利用しやすくしただけでなく、それを社会にとって不可欠なものに変えたことにあります。彼の技術によって世界中に電気を届けることが可能になりました。ニコラ・テスラは
人類史上稀に見る天才でした。彼の考案したアイデアはその時代を大きく先取りしていました。もしテスラが存在しなかったら、現代は全く異なるものになっていたかもしれません。しかし彼が成し遂げたのは効率的な送電方式の開発だけではありませんでした。テスラの革新的な研究は多岐にわたります。例を挙げれば、電気鉄道、蛍光灯やネオン管、無線通信、 X 線撮影、遠隔操作技術、タービンエンジン、速度計、ヘリコプター、さらには魚雷に至るまで、彼の業績は幅広い分野に及びました。生涯で数百の国際特許を取得したとされるテスラは、世界でも類を見ない発明家です。レオナルド・ダ・ヴィンチのように未来を見据え、驚異的な成果を達成することができました。ニコラ・テスラが活躍した時代には、アメリカでは産業革命が全盛期にあり、工場の動力源が人手から蒸気や石炭に移行していました。何万キロにも及ぶ鉄道線路や道路が建設され、社会の様相は劇的に変化しました。しかし、この技術的な飛躍には負の側面も伴いました。それは環境を顧みない開発が原因でした。ニコラ・テスラは、進歩と技術の間には明確な違いがあると指摘していました。進歩は人類に利益をもたらしますが、技術は必ずしもそうではないというのです。地球を汚染する技術は真の進歩とは言えないとテスラは考えていたのです。ニコラ・テスラがどのようにしてそのような先進的な思考を持つことができたのか、その理由は長らく謎に包まれていました。この神秘的な発明家は長年にわたり学者や研究者の関心を集めてきました。テスラの故郷はドラキュラで有名なトランシルバニアからそれほど遠くない場所に位置しています。彼は背が高く痩せ型で、複数の言語を話すことができ、数々の印象的な発明と功績を残しました。彼には何か謎めいた雰囲気がありました。ニコラ・テスラが生まれた時期は、ユダヤ教神秘主義の一派であるカバラにおいて、地球における知恵の門が開かれると予言されていた時期と一致しています。この時期に生まれたのはテスラだけでなく、アルバート・アインシュタインも含まれ、多くの画期的な発明がなされました。一部の研究者はテスラが何らかの知識の受け取り人であったのではないかと考えています。もしそうだとすれば、彼は地球外の存在の助けを借りて、現代の世界を照らすような画期的な発明を成し遂げたことになります。テスラは自分が与えられた任務を理解していたのでしょうか。彼は古代の人々が神と呼んでいた宇宙人と同等のレベルまで人類の技術を発展させようとしていたのかもしれません。その答えは、彼を壮大な発明へと導いたひらめきの中に隠されている可能性があります。マサチューセッツ州ケンブリッジには、多くの優れた科学者を輩出してきたマサチューセッツ工科大学があります。ここではワイヤレス送電技術などの最先端の研究が進められています。長い間、効率的なワイヤレス送電の実現は困難であり、電波、マイクロ波、レーザー光線を利用しても満足のいく結果には至りませんでした。しかし2007年に、この大学の研究チームは約2メートル離れた電球へ無線で電力を送ることに成功し、これは電源コードを必要としない未来への一歩として称賛されました。現在では各国のさまざまな企業がワイヤレス伝送を研究しています。例えばアメリカ合衆国のリーチラブズという企業は、最大伝送距離18メートル、最大伝送電力400ワットのワイヤレス給電を実現していると発表しています。現状、伝送距離が長くなると伝送電力が低下していくため、今後の課題は伝送距離を伸ばしつつ伝送電力を保つというものです。しかしながら、120年以上も前に充電器や電源コードを使用せずに、あらゆる場所に電力を送ることを夢見た発明家がいました。その人物こそニコラ・テスラだったのです。テスラの無線送電の構想は、科学者たちによって詳細に検証されたわけではありませんが、1899年から1900年にかけて、テスラはコロラドスプリングスで実験を行い、無線伝送が実現可能だと確認したようです。数キロメートル先まで電気を送る実験では、
テスラは高さ60メートルを超えるタワーを利用しました。彼の助手がタワーにとどまり、テスラの合図で無線システムを操作しました。その時、テスラは約6キロメートル離れた場所にいたと考えられています。彼は地面に電球を埋め、地面を介した無線回路の成立を確かめたとされています。実験の結果、実際にこれらの電球は点灯し、テスラは遠隔地まで無線送電が可能であると確信したと言われています。しかし、彼はこの情報を公開せず、助手にも実験の詳細を伝えなかったとされています。1901年、ニューヨーク州ショアハムにて、テスラはラジオ放送局の設立という名目で、銀行家 J.P. モルガンから15万ドルの資金を獲得しました。しかし実際には彼の真の狙いは、ウォーデン・クリフタワーと呼ばれる巨大な無線送電塔の建設にこの資金を充てることでした。ウォーデン・クリフタワーは地上57メートル、地下37メートルの構造でした。テスラの計画によれば、ウォーデン・クリフタワーと同様の受信塔を世界中のエネルギー中継点に設置し、そこへ無線でエネルギーを送ることが目標でした。将来的には他の惑星へもエネルギーを送ることができると考えていました。しかし、1904年に出資者であるモルガンがテスラの真の目的を知ると、この無線送電システムの構築に暗雲が漂い始めました。テスラが目指していたのは世界中に無料でエネルギーを供給することであり、モルガンはこれが自分の事業や関連するビジネスに悪影響を及ぼすと考えたのです。その結果、資金援助は中断され、1908年までにプロジェクトは放棄されました。そして1917年、タワーは破壊されてしまいました。テスラの夢はついえ、世界はフリーエネルギーを手に入れる機会を逸しました。テスラは一体どのようにして数キロメートル先へ無線送電したのでしょうか。今日の科学者たちもわずか数メートルの距離でさえ困難を感じています。テスラは思いついたアイデアを具現化する才能に秀でていたとされます。彼は強い光を目にした後にアイデアが湧き、頭がすっきりする瞬間があったとも述べています。テスラによれば、彼の前に発明品がホログラムのように立体的に現れ、この 3D イメージは回転させたり分解したりすることができたといいます。彼はこの鮮明なイメージをもとに発明品をどう作ればよいかを理解していたようです。彼が発見した回転磁界の原理も突然のひらめきによるものでした。自分たちは知識を外部から受け取る存在であり、外部の刺激によって動かされているだけだと考えていました。彼にとってひらめきは内部から湧き上がるものではなく、まるでロボットを操るように外部から指示されているようなものであったようです。そのようなイメージが彼の頭の中に浮かぶのは、何らかの形で他の場所や存在との接続があったためかもしれません。聖書に登場する預言者たちも同じように啓示を受けていたと考えられます。テスラは宇宙のどこかに知識の源があると考えていたようです。その知識の源に意識の波長を合わせる方法さえ知っていれば、人類の誰もがその知識を利用できるというのです。古代エジプトの神殿や墓には、現代の電球やテスラコイルに酷似した不思議な彫刻が発見されています。巨大なピラミッド、オベリスク、そびえ立つ巨石、石塔などは地球外からの壮大なエネルギーシステムの一部であったかもしれません。これら古代の技術はテスラがアクセスしていたのと同じ知識の源から得られていたのかもしれません。テスラの理論と古代の遺跡に見られる技術の類似点は、我々の好奇心を刺激します。もしテスラが正しく、宇宙にある知識の源が本当に存在するのなら、その知識は時代を超えて人類に影響を与えてきたのかもしれません。古代の建造物がただの石の塊ではなく、何らかの高度な技術の一部であった可能性は、私たちの歴史の理解を根本から変えるものです。果たして宇宙にあるとされる知識の源は、古代人もまたアクセスしていたのでしょうか。この問いに対する答えはまだ謎に包まれていますが、それが解き明かされる日が来るかもしれません。そしてその日が来た時、私たちは新たな知識の地平へと足を踏み入れることになるでしょう。それでは
次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。